阪来ました。女王に会おうと。久々じゃない？女王に会って何しようかなってなった時に、やっぱさ、ヒカルとさ、コラボした時さ、キャンプしてたやん。ああいうのいいやん。キャンプしたいだけやん。キャンプはしたい、まあ、今回やっぱね、キャンプはキャンプでも西成キャンプね、業務スーパーとかコストコは行ったけど、うん、あのスーパー玉出っていうさ、はいはい、大阪とか関西地域特有のスーパーがめっちゃ激安の、はい、そこを俺なんだかんだちゃんと見たことなかった。そこで買ったものでキャンプしようと。いや楽しみだな。スーパー好きとしては、いやスーパー、いやそうだそうだそうだ、業務スーパーの上あんのかなっていう。なあ、でも安さで言うと玉出の方が安いらしい。あ、そうなの。そう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 。あ、玉出あるじゃん。つくもう、うわすげえな、これすごいすごいすごい。ラボ分かんないじゃん。いや、ある田舎のラボ分かんない。あの、奥の24時間24アワーてか、え、てか24時間すごくね。ここはもう西成なんですか。西成です。あー、もうそうなんです。ここ左曲がったのは山木があったとかね。あ、もうそんな。そう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 。ちょっと行ってみようか。行きますか。はい、玉津田までね。うわ、なんか不安。うわー、これすごい。なんか分からんけど不安やわ。すごいカラフルだな。ごっつうまいお好み。こういう系だよね。なんか玉で感あるけど、お好み焼きセットとかもなんかさ、うん、確かにちょっとぽいよ。ぽい。焼き飯もある。これ多分全部作ってるもんな。すごくないですか。量やっと玉で見つけたね。確かにこれまで普通のスーパーだったもん。そうそうそう。あぶね、めっちゃ多いね。やっぱりこの中からちょっと一人ずつ選ぼう。ゆかとね、ワンカップこんな種類あることないもんな。あ、これ初めて見た。デミタスじゃないか。ほぼデキュール。確かにデキュールだった。あー、このまま飲むやつね。ブドウ酒、ブドウ酒、ブドウ酒。あー、よしよしよし、勝ったな。でもちょ、楽しかったね。いや、楽しかったね。玉出感、まあ、途中からだよね。途中から玉出感をつけたから惣菜はだよね、うん、途中までなんか普通のスーパーだったよね。そうそうそう、惣菜のおかげで確かに、まあ、なんとかなったわ。ただこれがこうキャンプになるのかっていうのが難しいラインでね。キャンプは外で来るやつ。キャンプだ。まあ間違いない。一回調べたのか。そうだね。どっからがキャンプなのか。外で食べればキャンプね。やっぱね、マジでなんか西成自体久々じゃない。確かに。一時期さ、YouTube でなんかめちゃめちゃブームあったよね。西成ブームね。おお。めちゃめちゃいい。めちゃ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 いい音してるやん。あ、普通に音楽。久しぶりだね。お、もつもつもつ。あ、いやいや。何買ってよ。いや、なんかたまちゃん。いや、しよう。これ飲食店やで。ええ、でもたまちゃん。飲食店で。だって言うやん。ああ、久しぶりよ。歌舞伎町の悪いやつ。ああ、悪いやつ。元元元元。そうなんだ。悪さしかねえ。だってこれだって構成施設だもん。久しぶりだ。でもあるけど。すごい。俺が24号ぐらいの時に夜遊び思い出したぐらい。あの時に一緒に遊んでた。めっちゃ仲いい。そうそうそう。こんな仲良いんだ。めっちゃ嬉しい。ずっと遊んでる。すごいな。すごいな。あ、お邪魔します。暇やね、お前ちょうど。あ、そうだった。めっちゃ暇やで。よかった。すいません。これちょっとしまおうかな。あ、いいよ、別に食べて。ここで食べるつもりじゃなかった。バーベキュー場みたいな感じのかな。あ、あるある。上にある。本当にそこで一回だけのね、買うんじゃない。一回だけ。だからそのお土産もあるんですよ。土産じゃない。お土産もある。あの、玉で T シャツ。そこで買えな。お土産感とかないねん。ギフトで東京から。いや、玉で T、可愛いから。行ったことある？ないないない。じゃあ、それは今日行きます。玉での案件もらった？案件で、俺らが勝手にすり寄ってる。そうそう。一回行ってみたかったんだよ。あ、でもいいよな。いや、そうそう、可愛い。ああ。高槻から来てくる。あ、すごい。いや、女子中学生みたいな。確かに。こんな可愛いね、話してくる人いない。かわいい。俺の時も全然喜んでる。かわいい。かわいい。かわいい。どうですか？あ、かわいい。すごい。トマデのマスコットキャラクターみたいな感じ。似合うよね。緑と相性いい。え、めっちゃいいよ。めっちゃいい。めっちゃいいじゃん。どうですか？レディゴー。レディゴー。いいね。ちゃんと。濃いわ。ちゃんと。10周年 の, あのイベントのムービーくれたやん、今。 あ, ありがとう。いやお前は、ね、ありがとう、ふざけすぎ2人人気よな、2人マジで。うわーってなるな。イベントだ。イベントイベント。もうほんまに600人ぐらいおって、そんなにでみんな集めるんです。え、だってユーファンやろ、ほんまくん。はい、大好き。適当やん。いや、レペゼンの方が好きだ。いや、あの、マジで全員好き。ネタ
あ、ある、あるやな。あ、いきますよ。あれ、いいですか。玉手でさ、こんだけ買って、全然安くなかった。玉手、惣菜が安いだけで。惣菜がね。え、普通のスーパーやで。普通のスーパーだった。うん。やし、なんか社長変わって、今ちゃんとしてるらしい。あ、もともと違かったんですね。なんか昔はちょっといろいろ衛生的にあかんみたいなのあったらしいけど。そのイメージ、俺それちょっとワクワクしてた。やっぱ YouTuber だから。うん。あったやん。うん、ちょっと捕まったやん。なんで多分ニュースでなってて、出てくるネットで調べたら、そうなんだ。そう、概要欄に貼っとくんで、そのニュースを、うん、なんでなんでそこ終わるの。わ、美味しそう。めっちゃうまそう。キュウリ、やっぱちょっと待って、これうまい。ちょっと待って、ここ何これ。生姜。生姜、うまっ。うまい。マジうまいわ。え、そう、あ、うまい、ありがとう。出てこい。じゃあいただきます。出てこい。みんなでいただきましょう。せーの、レディゴー。言ってないわ、レディゴー言うな。あ、ごめん、普段から俺なんでこれでレディゴーやろ。おびっくりした今。ちっちゃい子、レディゴー。うまっ。うまい。このキュウリめっちゃうまい。うますぎるな。普通にね、うまい。いや、うまい。自分の店やけど、これ作ってないから。しかも初めて食べる、初めて食べる、初めて食べる、めっちゃ食べる。じゃあこれ新メニューやねんな。あ、そうっすね。これ夏やから、おばちゃん考えてんの。おばちゃん考えてんの。すごい考えてんの。ちょっと入りやすいやな、このチャンネル。トンマトランジさんの髪型で。あ、確かに。私でも買ってんじゃん。買ってんじゃん。これさ、なんで西成の食ライバル意識。戦闘民族っすよ。上がってるね、楽しい。ああ、まあでもそうだ。めっちゃ楽しいわな。楽しい。やっぱ上喋りやすいわ。そう。え、でも誰にでも言うやろ。いや、まあやりまんでも喜ばせれるタイプや。やりまんだけど、上はやっぱ俺らは絆やから知ってるから。うん、そうね。うん。まあちょっと思い出補正は強めだよね。学生団体の人だもん。10年以上やで。YouTube やる前からのつながりやから。旅ラボ。旅っぽか。旅っぽの人だもん。なんやったらあの沢田とか知ってる、沢ちゃん。青じおじとか。おお、そうそうそう。天ちゃんとか。なあ、光る、うん、あの沢ちゃんもまあもともとあれで大学生時代に、うん、旅っぽのイベントのスタッフやってて、そうなの。それで楽屋挨拶に俺に来てくれて、その時俺講演会みたいな感じで、うん、ミラートークする、はい、そのつながりで今、あ、そうなの。昔やってるやん、 YouTube の。沢田って旅っぽ上がりなんだ、ね。ちょっとなんかあいつじゃあそれにしては生きてるな。No, no. 旅っぽ上がり。生きてるやろ。いや、そう、旅っぽってもう僕ら見てる人しか分かんないですけど、僕が昔その仲間屋とか住む前にシェアハウス住んでたの、うん、その時のシェアハウス一緒に住んでた人がそのジョーが主催してた、うん、まあ、団体、学生団体なのかな、うん、みたいな感じみたいな、旅の
旅の学生団体に入ってて、うん、そこでジョーが遊びに来てたりしてて、そうで会ってたのね、 YouTube お互いやる前に、やる前に会ってて、いやそれがすごい、なんか俺ら的にだカルビーも一番長いんじゃない？ YouTuber、 そうそう、だから YouTuber だったら長い、一番長いの多分、うん、いやだから嬉しすぎるわ、そうなんだ、だから結構フラットに喋れる、同い年でこんなに歴も長いのに、そうかそうか、 YouTube 関係ないからな、もう関係ないね、いでもやっぱこう相馬くんが一番早めにポン行ったやん、うん、ジェネシス1背負って、ジェネシス1背負ってないやん、まあ、回してたし、ね、回してないんだよ、ユウがね作ってくれた豆苗炒め、しかも味付けが自分が一番美味しいと思うやつでいいですか、おお食べてみた、でも豆苗マイスターなんで、え、そうなんや、てかさ最近ヒカルさんともあんま取らなくなったよね、ヒカルって多分ずっとタイミングあるやろ、うん、だから誰かと絡みたいとか、こういうタイミングのシーズンがあると思うから、うん、そこって、まあ、言ったら見てても分かるし、うん、どちらかというとやっぱ経営者の方とコラボしてるの、そう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 、ちょっとビジネス系に行ってるみたいなとこあるから、そこを別になんか俺が食い込んでいこうとかってないから、うん、まっ、でもさ、それで言うと俺から見たらジョーも全然ビジネスしてるって感じイメージあるけど、まあそうだね、やってる、普通にやってる、うん、結局やりたいことが仕事になるやん、うん、だからそれが一番最強やと思ってて、うん、だからアパレルとかもさ、うん、服好きで、うん、古着好きでとかやってたら、うん、結局じゃあ毎回毎回 YouTube 出ててで服着てるわけで、うん、聞かれんねん、ブランドどことか、うん、あ、なるほどね、これがいい、うん、それ着たいんですけど、うん、全部自分のブランドやったらよくないみたいな、まあ、なるほど、確かに俺もでも言うてちょっと来るんだよね、うん、そういえば自分の作りたいもん作れるって最強やなと思って、いやそうだね、でそれが誰かが来てくれるって最強やなと思って、確かにな、作ってるからね、相馬も、あ、今作ってるの、そう、なんか構想段階にある、あ、まあいいんだ、なんか自分が作ったものを誰かに届ける喜びがやばい、うん、あーそこなんだね、初めて YouTube やった時にコメント来てなんか漫画できたみたいな気持ちにまた新しいフェーズでなるっていう、なるほどね、うまいね、これうまいね、で肉全然焼いてないで俺、あーそう肉焼こうよ、結構ええー、肉よ、確かにこれジョーが用意してくれたの、あーありがとう、ありがとう、このお肉ありがとう、あ、全然後でまた再結勝負以上のやつとか言って本当は来ないんですよ、うん、ジョー君はね、いやいやいや、うまそう、マジでちょありがたいな、うん、ちょっとトークしすぎでちょっと炭の火消えてる、確かに消えてるねこれ西成、さすが西成名物、西成の BGM、 5時の合図でしょ、西成5時の合図、あれは何や、あの消防車、消防車、うん、最近火事も多いね、最近火事多いとかない、ほう、え、4、5件1日、そうそう、それ放火じゃない、連続で、ほう、放火やろ、多分放火やねんけど、そうだよね、4、5件ぐらい、あ、多分放火やねんけど、じゃない、結構大事件なんだそれ、放火だ、12、3ぐらいで火事が起きてて、そうか、放火が起きてんの、そうか、放火が起きてんの、そうなんだな、大反省だから、今日も西成行き始めて何年ぐらいだったの、もう5年6年、7年、8年、いやでもあの初めて YouTube で西成撮影したんやったらもうほんま多分8年、9年、あ、まあ、そんな経つんか、でもさ、ジョーもさ、なんかこれ動画とかで言ってたけどさ、もともとジョーの住んでたところも治安悪かったでしょ、あんまり行くのってところで、はい、まあ、韓国人、朝鮮人の、あ、行くの区、行くの区ってあれじゃん、結構ジンドックとか、ジンドックとかいるのか、あ、同級生、えぇ、ー、同じ学校、中学校、ジンドック同級生、ジェイクって呼んでる、えぇ、ー、やば、え、マジ同級生で同じ学校、中学校一緒、すごくない、まあ、最近はあんま会ってないけど、またいつかな、会ったことあんの、同級生やって、でも同級生って言ってもさ、なんかそう、なんか一緒に遊んでたぐらいの同級生と、なんかこうボクシングとかの遊びとか一緒にやったり、グラブつけて一緒にやったり、いやいや、家であんま殴んないけど、そういう遊びしてたんだよ、いや、すごい、結構人気だよね、今、ジンドックジェイクスやな、いや、だからびっくりした、しかもめっちゃかっこいいし、かっこいい、なんか俺らの中学校、あんま俺喋らんねんけど、もう悪すぎて、俺らも実は知り合いにいるんだよね、ジンドックの人が一人いて、悪い自慢になるやん、そうそうそう、だから喋れないって言ってた、だから俺ジョーが今まで YouTuber なんてさ、そのネタになるよ、ぶっちゃけ言うと、うん、それを今まで言わなかったのはなんか結構地元愛だなと思った、悪すぎる、シフト制のごとくみんな少年院とかいや、めっちゃおもろいで、帰ってきたらみんな規則正しい生活してるから、うん、みんなめっちゃ身長高くなってくる成長してんだ、そんなデカなるそうなんだね、いや、マジでおもろいよね、なんか小学生が原付に乗ってたみたいって、あ、言ってたね、あれ絶対嘘やんな、嘘だと思う、あれ普通、あ、そうなん、小学生が原付とかは全然普通、普通なん、小学生だよでもその時代やで、時代もあ、時代昔、今じゃない、今は、でもそれで言うとさ、生野区ってさ、そのジンドックさんもいればさ、
なんかその女王もいるわけじゃん。だからやっぱスターもう同級生で2人生まれてるんですよ。ラッパーが多いと思う。多分チェホンさんとかも。あ、チェホンさんもそうなんだ。え、あ、チェホンもそうなんだ。チャンピオンとかもおるし、いやバイタリティがだから多分そうなん、異常なエネルギー量あるもん。やっぱそういうなんかパワーが強いんだろうね、そういう人たち。環境がそうやから多分強く育つんちゃうかな。心が面白い。や、今は絶対ありえへんけど、うん、でも逆になんか昔のそういう時代ってちょっとこう今からすると寂しさを感じるよな。あーそう、ね、なんか失った部分あるやん。分かる分かる。こう厳しくなりすぎて、うん、俺ら一番ちょうどいい時代に生まれた。いや、それは思う。なんかその俺ら両方楽しめてるっていう贅沢世代だと思う、ね、でも逆にその俺らがさ中学高校の時に LINE とかあったらちょっと嫌じゃない、うん、まあね、なんかこう携帯持ってなかったからこその良さを知ってるやん。まあそうね、全員が全員なんかこう同じドラマとか MST とか見る時代ってめっちゃ良かった、うん、あ、そうね、昨日のドラマ良かったなとか。あ、それは話したわ、そういう話ね。だから俺は話す相手こそいなかったけど、やっぱそういうのは聞いてたのよ。だからね、盛り上がんないのこの話しても。その話す相手おらんかったっけ。ぼっちやってマジで友達。でも俺も後ろでは聞いてた。なんかさ、何しとったん。後ろで寝てるふりしてた、ずっとっていう。いやいや、でもさ、声かけてくれる子もおったやろ。いたんだけど、お前おい、だから何しとんねん。お、別に、はい、なんですかみたいな。あー、嫌な顔してるわ。じゃあなんかこう、特別勉強やってたとか。まあ、勉強してるふりはずっとしてたね。喋りかけられないし、あんまり。ほんま、なんもやってなかった。あんまり。思い出とかあるやん。学校時代の思い出。だから思い出は、あんま言えないことが多い。それこそ、だから俺も。性癖がちょっと歪んでたんね。当時からね。当時から。めっちゃ聞きたいわ。保健室でちょっと。適材適所ってあるんやな。だから向いてるわ。すごいね。お前一人で大冒険してたんだ。大冒険してる。すごいね。これもう食べていいんじゃない。わあ、美味しそう。大丈夫ですか。いけるのはいけると。めっちゃ美味しそう。めっちゃうまそう。食べよう食べよう食べよう。炭で焼いてんのがやっぱ。いや、そうなんだよね。結局それある。炭味になるよな。炭がやっぱ。炭って結局体にもいいもんな。あ、そうなんだ。浄化作用あるって言うやん。あ、そうなんだ。知らんけど。知らんけど。知らんね。めちゃくちゃうまそうだよ。え？うわ。マヨネーズ。え、あ、マヨネーズ好き？肉とマヨネーズ。あ、ごめんごめん、なんかこれ人好き嫌いあるかなと思ってやってなかったけど。あげる。あー、来た。一回その肉をまずタレにつける、この、これを。絶対うまいやん。デブ丼やん。これ、いけるめっちゃうまい。わー、どう？レディゴ？どう？どう？え、これマジうまいよね。うまいな。よかった。なんか俺いつも少数派やけんさ、まあそうだね、こういうのあんま受け入れられてこんかったけど、なんかちょっと嬉しい俺。え、最近行った中でやばいとこどうだった？ロシアとか行ってたじゃん。戦争当事国やん、ロシアって。まあそうだな。まあ言ったらもう今ウクライナとバチバチやってて、うん、やのにもかかわらずロシア行った時にびっくりしたのがまるっきり普通やねん。あ、うん、怖いね、逆に。もう綺麗で子供も大人もハッピーで公園とかで遊んどってみたいな。どこ行っても戦争の背の字も感じへんねん、ロシアって。怖いな。やばくない？やばいね。え、何やこれって。ロシアってだって戦争仕掛けてる国やな、うん、なのに全く感じへん。どこ行ってもやで。もう結構行ってん。首都も行ったし、田舎も行ったし。あ、ちゃんと行ったんだ。全部行ってもそう。結構行ってもそうやって。え、田舎もそうだったの？でも、なんか俺その時に思ったのは、うん、俺らもでもちょっとそういうとこあるなと思うのは、うん、まあ1月1日の石川県の地震やあるけどさ、でも俺らも別に普通に動いてるやん、今。そうだね。生活してるやん。うん、まあ、ボランティア行ったりとかあるけど、うん、してるけど、ただそれでもなんかこう普通に過ごしてない、うん、でも今でもまだ大変な人たちとかおるやん、ね、うん、確かに確かに。そうそうそう、だからそんな感じなんかもしなくて。なるほどな。なんでロシア行こうと思ったの？じゃあ俺北極マラソンっていう。あ、そうだね、マラソンがあって北極に行って、でそこでマラソン走るっていう、うん、マイナス 4,50 度の中で、うん、でそのチャレンジをする最中で、そのスタート地点のその経由地がロシア、うん、そこで鳴らしてからロシアからヘリで、うん、チャーターして北極に行くみたいな、うん、はいはいはい。で北極マラソンってあれできた？できなかったよね。 そうね、結局できなかった。その北極って結構むずいね、うん、氷の塊やん。南極と違って陸ないから、はいはい、だからもうその氷が溶けたりなんやあかんやとかって。あ、でも難しかったんだ。だからもうまた来年に延期になっても悔しいよね。結構自分の中で北極でマラソンするってさ、ジョーいろんなとこ行ってると思うんだけど、ちょっと、え、だからスポンサーさんもつけてとか。そうやな。でもちょっとやっぱ面白いしね。みんなに面白いし、面白い。なんかやろうや。だからもう北極マラソンやろ。北極マラソンやばいね。俺らもとか、なんかなんでエベレストとか。エベレスト。でもなんか、なんかちょっと大きいやつを、うん、はいはい、ちょっと3人でやるみたいな、うん、はい、そのさ、なんか定期的にきついことしてるやん、うん、
なんか、まあ、ヒカルさんと、うんうん、だけん俺ないのよきついことしてることは。なるほどね。してみたいんだよ。ああ一発やる俺らでどっかでもうさっき決めた。でも俺はやりたい。俺らで調べといて、うん、なんかやりたい。ちょっとエベレストなんか分からんけど、うん、山系なんか、うん、海系なんかマラソン系なんかいっぱいあるやん、うん、俺らで一緒にやりますみたいな。なんか極限状態に行きたい。その時に多分俺らがほんまに泣いてるとか、うん、本気だし喧嘩もするかもしれん、うん、そう。それは、ね、絶対すると思う。そう極限になったらほんまにドラマティックなもん生まれるよ、うん、じゃあ俺らじゃ知らないもん生まれる感じがいい、うん、しかも3人ってめっちゃちょうどよくて、うん、喧嘩起きやすいから。ああそうなんだ。俺高的にはいいよいやだって3人人間がいたら吐いたわいやマジで喧嘩絶対起きるから。あそうなの。起こそうとすな。喧嘩はあった方がいいよね、まあ、でも絶対。もっとね、あった方がいいって言ってんのはおかしいない方がいい、うん、ほんまは、まあ、俺らでも仕掛けよ。ああなるほどね。確かにそっちの方が多分おもろいが、そっちの方が喧嘩起きやすいし。なるほどね。確かに。もうこれをここで動画で言ってる時点でおかしいねんけど、うん、でもいやいやまあ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 、まあ、そのマークは構えとってもいいよ。まあまあそうだね。俺たちは決めてるかもしれん、うん、無理やりドッキリ連れてくれた初め社長とかもそうやん、うん、いやそういう人たちがいるっていうのはもうありがたいことだよね。はいはいはい、はい、あお化け屋敷のやつか。お化け屋敷もそうだし、この前ニューヨークに連れてかれたりとかしたし、はじ、ね、め社長にニューヨーク連れてもらってるってすごいで確かにね、冷静に考えたらね、うん、一番トップに好かれてるよな。ヒカルもだって俺トップやと思ってん。いやいや、そうだからトップ層に可愛がられてる相馬トランジスタ。一番だから人に好かれるチャンネルなんやな。ああ、だから相馬はマジでそれある。一番愛されてるチャンネルやな。ありがとうございます。ありがとう。ああ、ありがとうありがとう。はい、ナイス。えいゆえ、ナイス。いや僕はっきりと思うのが、僕の一番の才能って絶対人を生かすことなんですよ。そうやな、すごいよな。だからやっぱそこを生かさないと自分が結局生きないってことに気づいたってことですね。僕はもう 100% そこなんで、もう自分の役割に気づいたみたいな。あそうですそうです。だからもう変に、まあ、憧れとかいろんなキャラクターゾーンあったけど、うん、もう自分はこうだっていうのをある種断定したんや、ね、はい、根本的に俺ってなんかこうどこか自信ないから、それを続けていくうちになんか人のいいとこ見るの上手くなってくる。一番共感値高い人や。そうです。あそう絶対そう。結局言うと共感値めっちゃ高い。世の中の人のほとんどの人たちは多分な、相馬くんの方が共感できる。いやそうだね。だから僕憧れは捨てたんですよ。もう憧れることは僕みたいなタイプってないと思うんですけど、自分にできることをしようっていうのをめっちゃ思ってます。結局行動してるってことやな。まあ確かに。でもやっぱ向いてないことはありますね。やっぱしかも向いてることが評価されにくいこととかもあるんですよ。これ多分世の中にいっぱいいると思うんですよ。ただ多分その中間管理職の人とかいっぱいあると思うんですよ。本当に。でも向いてたまたま自分が向いてない向いてることがめっちゃ評価されにくいことだったとしても、やらなくちゃいけないし、まあ、やった方が自分にリターン来るっていうのは。めっちゃ思ったんで、やっぱそこは頑張ろうと思って。今みんないいね、死ぬほど欲しい。いや、サブサブ多いと思いますよ、やっぱやっぱ普通に中間管理職で一番死ぬ。いや、中間ミスター中間管理職いや、そうなんですよ。いや、僕も絶対経営者とかトップでおーとかなんかこう行きたかったけど、やっぱ違うなってやっぱもう確定的に思っちゃいましたね、やっぱ最近。中間管理職ね。俺一個だけ聞きたいこと言って、うん、光って何なんなの見てるの。ヒカル結構俺尊敬してて、同い年として、うん、すごいよね。あいつマジですごいと思ってて、うん、伸びすぎじゃん伸びすぎだね伸びすぎだよね。いい伸び方やと思ってて、うんうん、そのファンとちゃんとボンドしてるというか、うん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 、くっついてる伸び方やん、はいはいはい。いやでもそのヒカルがなんで伸びてんのかって言われた時に、人を面白くするのがうまい。これが意外と知られてなくて、ヒカルっていうと、まあ、自分でどんどん行くタイプじゃん、はいはいはい、でもあれの人って誰とコラボしてもその人面白くできる。めちゃくちゃ面白いこと言ったな、今。それすごいな。それ隠れてるのよ。うわそういうことか。ヒカルってキャラに隠れてるんだけど、ヒカルって実は人を面白くする人の天才。めっちゃ素敵やな、それ。だから需要もあるし、うわ多分そうやわ。で、ね、まあ、だし普通にコラボ相手のファンからも好かれるしね。そうそうそう。でネタも尽きないわけよ。要は例えば一人でやってる人とかってやっぱどこかで面白くなくなったりするんだけど、ネタが尽きないよ。でしかも相手も絶対面白くしてもらえるし、数字もあるからどんどん来る。まあ、そうだよね。そのバランスをちゃんとうまいこと取ってんねんな。そうそう。なんかこうちょっとこう光ってお部屋間の対象かた感あるやん。そうそうね、ジャイアン、うん、はいはい、
そういうタイプって実はこう人を面白くさせへん人に見られがちやけど、実はみたいな。いや、なんかそちらかっていうとカリスマみたいな感じで出してるけど、実は人を面白くしてる。へ、そうなんや。俺そういうちょっと方向性で一回ヒカルの動画見てみよう。そうそう、ヒカルさんってなんか例えば、俺この間なんか動画で、ヒカルさん動画でカルビって何も面白くないよなってまあ言われたんだけど、でもそれすらもちょっとありがたいなってなる。でもそれはもうヒカルイズムにはまってない。違う違う、でもそれはやっぱこういじってもらえると、あっこまでなるとね全部面白くなっちゃう。まあだからこう、あえてもそれを言うことによって、そうそうそう、笑いに変わって、共感値も得れるし、確かにってなりながらも突っ込めるし、でそれすらも実は個性やったりもするしってことやな。これめっちゃ YouTuber の良さでもある。いや、あるね。な、しかもヒカルって実はいいやつで、例えばさ、そういう悪いこと言った時ってちょっと悪い方向行ったりする。例えばじゃあカルビの今ので言うと、いやカルビって面白くないんじゃないみたいな、流れになったりするの。そう、ね、そうなった時に、光の中でも実はこれは多分あんま言わないんだけど、その後に絶対助けるんですよ。ほんまに優しいやつがやることだよ。それは本当そうなんだよね、うん、優しい人って結局だから、その相手のことを理解してるかどうかやもんな。そう結局トーク力っていろんな要因があんねんな。いや、そうだと思うよ。そうだ、そうだ、からその女王のトーク力もまた別で、はいはいはい、やっぱ女王のトーク力になるとやっぱなんかちょっと違うんでね。なんか俺とかは別にもうそのクレイジージャーニーみたいなね、うん、あの、そうそうそう、知的欲求をめっちゃ、そうそうそう、自分の価値観をどれだけこう喋れるかとか、そうそうそう、日記みたいなもんやから、ジョーブログって。あとやっぱ引き込むのがうまいですよね、ジョーは。どちらかというと人を立たせるというよりかは自分の世界に一回来いよって言わせるのがめっちゃうまいタイプです。そうか、ジョーブログって名前がもう、そうなの、ね、ブログなの、ジョーの日記ってことやさ、そこのうまさは多分ジョーはかなり特殊なうまさだと思うし、多分他の人に真似できないところなんで。いやでも一番結局すごいのは相馬くんなのかもしれないな。いや、そうね、最近ね、気づいたけど、なんか、東海オンエア、真帆くんからラジオに今、ヒカルとか、うん、誰でもコラボできる人なんていけないとこないっていう、まあ、全員 YouTuber で一番コラボできる人って結局相馬トランジスタ、一番多分多いんだよね、いけるとこ、コラボ率が。で、結局それって本当に好かれてるってことやん、うん、あの人やったらコラボしてもいいって思わせる力を相馬トランジスタ持ってるってことやんか、ね、うん、ちょっとハイボール持ってちょっと飲みたいわ今一番美味しい酒いける、うん、コラボは本当に難しいから、うん、相性とかあるし、ね、自分のチャンネルとの、ね、新世代も呼ばれるからね、エスポワールとか、うん、まあ確かにとかに呼ばれてるから、確かにね、すごいわ、ほんまに愛されてるチャンネルなんや。いや、もう YouTube 界を駆け回ってるよね。確かに、もうありがたいよね一生続くやん、そんな。そうだね、自分の力だけじゃなくても、みんなに協力してもらえるって一生続くチャンネルやんな。でしかもエスポワールと撮ったやん、うん、まあ受けたよねこいつは、まあ受けちゃうよね、めっちゃしまってくださいやっぱり、あれ、うん、ありがとうな。いや、受けちゃうんだよな。しまってきたな。受けた。受けたな。さっき結構ピリクだってたけど。いや、俺受けるんだよ。あ、分かる。この動画なんだ。普通に、いやでもでも俺これ楽しい。なんこれ。楽しい。もうこれ撮っての。ただ楽しんでるこのこれなんなんこれ。これなんなんもう。こいつ気分良くなっちゃって。辞めるタイミングっていっぱいあったと思うんだけど、なんでチンヤがジョーにそんなついてってるのかっていうのがすごい気になる。もうシンプルにやっぱ尊敬してるからじゃないですかね。あ、ジョーに対して、はい、入った時からやっぱそれは尊敬から入って、尊敬が続いてるん でやっぱいろんな夢達成シーンとか見せてもらいましたし、それがやっぱ継続でやるんで、僕自身はワクワクするじゃないですか。ああ、じゃあジョーと一緒にいると飽きないんだ。あ、そうですね。うわ、それラッマさんと大きい違いやな。出ましたやっぱ楽しいんだね、ジョーと一緒に。そうですね、まあ、もともとサラリーマンしてたんで、サラリーマンとやっぱ全く違うわけじゃないですか。刺激であったりとか、そこの部分がめっちゃ強い。楽しいんだ。そうです、一緒に仕事して楽しいんだ。そうですね、それが一番でかいです。でかいんだって、ジョーどうよ、それ言われて。当たり前やろ。照れてます。もう家族って感じ。なんか俺が大事にせんこうできひんかったら終わりって感じ。まあそうだな。もう深夜がもう何かあったらもう全部俺が助ける。まあそういうことだな。もう全てをもう助けるみたいな。いや、それできなかったら終わりだもんね。ジョーブログって俺やっぱ楽じゃないと思う、うん、そのカメラマンのポジション的に。やっぱいろんな YouTuber いるけど、やっぱ結構辛い方だと思う。いろんなロケとか行ったりとか。何年続けてるの？6年でしょ、はい、続けてるっていうのは相当カリスマ性だとできないと思ってて、ね、だからそこはやっぱジョーの人の魅力だなって思うし。いや、多分すごいと思う。いや、チンヤはチンヤでマジ才能あると思う。嬉しい。でだから今のジョーブログあるのはチンヤのおかげもめっちゃあると思う。
そうじゃん。こうやってこう人を褒めること言ってやっぱ自分を上げてるわけ。これが彼の才能。だからもう人を気持ちよくさせるけどシャンパン下ろすやろ。下ろすな。これ相馬くんキャバ嬢やったらもうシャンパン下ろすやろ。いや俺はでも思うんだよ。やっぱその裏方が弱いチームってやっぱ絶対弱いから。裏方強くないと多分トップ YouTuber になれないから。俺ら裏方は圧倒的。そうでしょ。いや俺らも圧倒的なんだけど、うん、やっぱ負けれないけどやっぱそこが自信持ってないチームは弱い。あ誰が弱いの？ラマさんや。ラマさんとメグイン。ラマさんとメグインって言うてジョーの肉が美味しすぎて食べれなかったんなんでね。で西成の玉出で買ったものを改めて食べようと、いや本当にで俺らも買いすぎちゃったから、うん、もうちょうどみんないるしで、はい、今日あのたまたま遊びに来てて遊びに来させていただきます。安定の第一ボタン締めありがとうございます。でちょっと気になったのおのおの行ってみよう。え、はい、気になったのからでいいの？これお好み焼きセット。やっぱなんか玉出感。大阪感はあるよね、粉物。お好み焼きとたこ焼き。たこ焼き、たこ焼き。で、出身大阪なんで。あ、そうか。違うずきますね。これで258円で安くない？いや、信じられない。いや、信じられない。インクレディブルです。え？インクレディブル？久々の多分なんか YouTube 撮影だから、かかっちゃって。なんで玉出の撮影？かかれて指パチすんの？やるなら表でやる。あ、そうそう。俺、これも気になるんだよね。あ、弁償が天ぷら。弁償が天ぷら。開ける？おい。68円で。すごい。弁償が天ぷらってやっぱ東京じゃ見なくない？あ、確かに。弁償が天ぷら気になってた。おー、うまそう、今の。うまっ。あ、酒のつまみだ。あ、そうなの。めっちゃ酒飲みてー。うん。うん、うわマジでうまくない？マジでうまい。で、これちょっと、俺天ぷらあんま好きじゃないけど、うん、マジで好き。で、ちょっと行きてぇな、酒飲んじゃう俺、もう昼から。もういいっすね、貴族の遊びですね。バカ解説者俺。いやこれマジうまくない？いやマジうまい。で、これなんかさ、東京でもしたいよね。確かに。カルビも好きなわけでしょ、うん、ってことは、園間さんと梅田くんも好きじゃん、うん、俺が好きでしょ、うん、だから天さんとスーさんも好きや、うん、全員好きなやつだと思う、これ。え、これは見たことある？やっぱりあ大阪では結構ポピュラー。あ、ポピュラーなんだ。ポピュラーなんだ。見たことありますね。あるんだ、やっぱ。あんま食ったことは正直ないです、僕は。へぇー、はい、じゃ食べてみる？いいですか？いいですか？もちろんもちろん。ちょっとじゃあえ、美味しい。あ、美味しいよね。辛さと甘さの絶妙なバランスが。ああ、いいコメントだ。素晴らしいと思います。隣で闘志燃やしてるけど、いや、いいコメントしちゃうと食レポは私のもんじゃいって。あー、そうだったんですか。すいません、すいません。いい感じだったな、今の。今の良かった。いやらしくない。そういうんだ。長くもなく、そうだね、短くもなく、的確で。いただきます。紅生姜のさっぱり感と衣に紅生姜の味がついて、衣も美味しいです。おー、いい、素晴らしい。すごい、ね、いいコメント、確かにね。なんか2人ともね、それぞれ違ってどちらも、うんうん、でももう食べてからの回答スピードエグかったけどね。すごかった、脳みその回答早い。これね、たこ焼き、うん、美味しかったですか、たこ焼き。うまいよ、まあ、うん、まい、あ、ちょっともう一個だけいただきます。あ、もちろんさ、あったかい方がさ、いいな。バカ舌の俺には全然美味しい。正直言うと、俺もたこ焼きそんなにこだわりないですけど、俺結構苦手かも。あ、これめっちゃうまい、うん、食べてみて、ちょっと、うん、これでも美味しそう、本当に美味しそうな顔してる。あ、これうまい。まあ、うん、確かにマヨネーズだね。マヨネーズだ。美味しい。耐えてます、うん、確かにうまい。美味しい。耐えてる。耐えてる。これ あとあくまで俺ら1日後だからね。そうそうそう、はい、揚げハンバーグって何？もう見たことないわ。うん、確かに。でも揚げるの好きすぎね。なんか。だからやっぱ日持ちするからじゃん。ああ。カロリーなんか少なめで取れるみたいなのもあるのかな。いいっすね、クリプリ。普通のハンバーグだよ。ああ、揚げ意味ない。あんま上がってる感じしない。ああ。じゃあ本当のハンバーグだ。うん。別にもうまずくもなく普通の。そうそうそう。もう3個で158円。安いな。激安。じゃあ一口もらって。あ、そっち。え、1個食べればいい？ねえ、揚げもハンバーグも嫌いだぞ。逆にちょっとヘルシーまである。なぜか。うん、なんでだ。
何年か分かんないです。揚げ感ないよね。揚げ感マジでない。じゃあ次さ、ヌーさん、あ、全部食べな。逃がさねえ。ちゃんと逃がさない。全部食べなよ。梅田君食べたさない。大丈夫、ハンバーグ好きだもんね。好き、うん、大丈夫、食べな。ヘルシーな感じ。ヘルシーな感じ。なんか豆腐ハンバーグ感あるよね。揚げ感マジでないですね、うんうん、むしろみたいな。普通に美味しい。うん。血騒いでるな。やっぱお好み焼き、これ、今、今日一です。ああ。美味しいっす。ああ、俺はやっぱ、紅天だな。マジで揚げ物本当に多いね。ね。うん、酒飲みが好きそう。全部、そういえば。そうですね。ああ。やっぱ、ある。コラは。コーラ揚げ物とね。ちょっと酔ってきてる。コーラ美味しいわ。美味しいな。野菜系がないね。そういえば少ないね。ポテサラとかなかった？いや、あのポテサラとかあったんだけど、春雨サラダがまさかのマヨネーズ和えとか。なんかどこかボリュームが。はいはいはい。脂質入れたがる。カロリーのことを考えてるでしょうね。玉出が。まあ玉出サイドね。玉出サイドは多分カロリー重視なんで。考えてる。大急須。まあ確かに、だからそれこそさ、お金ない人とかもいるかもしれないけど、そういう人たちがこう安いね、持ってる値段でお腹いっぱいになれるようにって考え抜いた結果こうなったのかもしれない。まあマヨネーズあえたりとかね。あえたりとかね。うん、でこれで全部でいくらだったんですか？5480円。ちゃんと。食べれないぐらいの量あるから。だって今日の夜も持ち越しレベルじゃないですか。確かに。だってもうこれそばとかもあるし、本来だったらこのスタミナこれで1個でもうお腹いっぱいじゃん、うん、まあそうだ、ね、328円で済むわけだから。そうだね。皆さんね、これ玉で行った際は紅天を絶対買ってください、はい、マジうまかった。はい、他は知りません。まあそろそろお前の口には合わなかったっていうのはあるね。まああと豚玉、うん、うんうん、が美味しかったですね。これはマジで美味しそうですけど、熱っ熱っ熱っ。あ、すいません。350円かかる。安いね。最後ちょっと指輪に食べガーッて食べてもらって、はい、勝ち込んでもらおう。勝ち込んでもらって。うますぎー、うますぎー。ちょっと一個みたいになってる。